減少しています。皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。日本の2020年の死亡者数がコロナ禍で減少、世界に逆行している日本の統計に世界が衝撃。2019年の年末に始まった新型コロナウイルスの大流行、世界の多くの国では未だに甚大な被害を被っています。日本でも有名人が犠牲になるなど悲しいニュースも流れていますが、年間死亡者数だけを見てみると、昨年2020年は11年ぶりに減少しているという結果が出ています。この事実をニューヨークタイムズが報じたことで、世界がまた日本に注目することになりました。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また海外や日本国内の反応など、今日もしっかりお伝えしていきますね。2月22日付、日本経済新聞によると、2020年の国内の死亡数は前年より約9000人減少したことが22日分かった。死亡数は高齢化で年平均2万人程度増えており、減少は11年ぶり。新型コロナウイルス対策で他の感染症が流行せず、コロナ以外の肺炎やインフルエンザの死亡者数が大きく減少したためとみられる。厚生労働省が22日に発表した人口動態統計速報によると、20年に死亡したのは138万4544人で、前年より9373人 0.7% 減った。速報に死因別のデータはない。同省が9月分まで発表している死因別の死亡数、概数によると、前年同期より最も減少したのは呼吸器系疾患で約1万6000人減っていた。内訳は肺炎、新型コロナなどを除くが約1万2000人、インフルエンザが約2000人減っていた。新型コロナの感染対策としてマスク着用や手洗い、手指消毒などが広がり、他の細菌やウイルスが流行しなかった影響とみられると報じています。2月22日に厚生労働省から公表された人口動態統計速報2020年12月分によると、出生数は87万2683人で、対前年比2万5917人減少で過去最低。死亡者数は138万4544人で、対前年比9373人減少。これは近年増加傾向にあった死亡者数が11年ぶりに減少したことになります。一方、自然増減数はマイナス51万1861人で、日本の人口は依然減少傾向にあるようです。この厚生労働省から出されたデータに基づいて、ニューヨークタイムズが2月24日、日本の年間死亡者数が減少、どうやってという見出しの記事を掲載していましたので、その記事の内容を簡単にご紹介いたします。新型コロナウイルスとの戦い方は他の病気と戦う際にも有効だったことを示している。2月25日時点で日本の新型コロナによる死亡者数は7738人、感染者数、陽性反応者数は 42.9 万人、対照的にアメリカでは50万人以上の死亡者数と2800万人の感染者数が報告されている。アメリカの平均寿命は2020年の前半で1年減となり、第二次世界大戦以降最大の減少となった。日本は商業施設や職場の入り口に消毒液を設置したり、3密を避けることを推奨するなど、感染を防ぐための措置をした。もう一つの要因は、自粛したことにより交通事故死が 12% 近く減少し、1948年に統計を始めて以来最も低い数字だった。しかし2020年は自殺者が前年比で 4% 弱増加し、女性の自殺は 15% 近く増加した。出生数の減少により日本の人口は減り続け、2053年には1億人を割り込むだろうと、このような内容になっています。日本の民放各局が今どのような報道をしているのか、
最近以前ほどテレビを見ないのでよくわからないのですが、いまだに怖い怖い自粛自粛と視聴者を不安にさせて視聴率を稼いでいるのでしょうか。これに関して小林義則氏が2月5日付の週刊エコノミストオンラインでマスコミに不都合な真実をわかりやすくまとめています。内容をざっくり見てみると、1. 子供の死亡者は0人 2. 若者の死亡者はお相撲さんともう一人の2人 3. 年間死亡者数は減少している 4. 毎年流行するインフルエンザが流行しなかったのは、一つのウイルスに感染すると他のウイルスには感染しづらくなる現象、ウイルス干渉が起こっていた 5. 毎年約1万人の死亡者を出すインフルエンザ、新型コロナでの死亡者数は現在までの累計でも約7700人。マスコミの恐怖を煽る報道よりも冷静に数字を見て、それなりのウイルス対策をしていれば普通の生活をしてもいいのではありませんか、という内容になっています。例えばお正月にお餅を喉に詰まらせて亡くなる方は2018年に363人、2019年は298人、65歳以上で喉に何かを詰まらせて窒息によって亡くなる方は年間3500人以上いるのです。だからといってお餅は自粛、お正月のお雑煮は禁止なんてことにはなりませんよね。交通事故死だって同じです。車は危ないから運転を自粛するようになんてお達しは、交通事故がかなり多かった年でも未だに見たことがありません。東京都は新規感染者が1日500人を下回ったら緊急事態宣言を解除すると言っていましたが、2月26日時点で500人を下回るのは20日連続となっています。専門家がきちんと計算し弾き出した数値目標を達成したのに解除を遅らせている空気は一体何なのでしょうか。変異株が新たなリスクになっていることはわかりますが、それだけではないようにも感じます。マスコミの責任はとても大きいのではないでしょうか。話を現在のヨーロッパに移しますが、スイスに住んでいる知人曰く、今はスーパーと薬局以外はほとんど閉まっている状態ですが、それも2月いっぱいまでらしく、3月に入ると少しずつ以前の日常に戻り始めるということでした。世界はワクチン接種をすることで必死でコロナ以前の日常に戻ろうとしています。一方、世界に比べ日本では死亡者数が少なく、ガチガチの自粛をしなくても今のところは乗り越えられている雰囲気です。ちなみに個人的に目についたのは2月22日付のニューヨークタイムズで、そこには日本の女性の自殺がコロナによって増えているという特集記事がありました。これ以上経済活動の自粛を続けていると、せっかくコロナを抑えることができたのに経済的要因の自殺が増えてしまいかねません。政府は根拠に基づいた数字を使い、国民が納得する説明をしてほしいです。マスコミによる無責任な発言や煽りは本当にやめてほしいですね。今回のニュース、海外からも興味深い声がたくさん上がっていましたので、次にその中の一部をご紹介いたします。日本ではコロナの流行前からマスク姿が日常的に見られました。騒ぐことなく当たり前のことを当たり前のようにしただけです。そうだよね、日本では風邪をひいたとき病気を他人にうつさないようマスクをする習慣があるからね。日本じゃマスクが日常生活の一部になってるから、今回の流行にもすぐに対処できたのです。日本の女性の自殺が増えるって記事が2日前に出てましたよね。日本の女性は社会から孤立してるって少し感情的になっている記事に見えました。何よりも重要なことは、日本は他国のように誰も彼もに PCR 検査を受けさせなかったことだと思います。日本人一人一人の社会的責任というメンタリティがコロナ対策が成功した理由の一つです。年長者や弱者を尊重することなど、彼らの社会から学ぶことはたくさんありますね。日本の対策は称賛に値します。今回のパンデミックから私たちは多くのことを学びました。日本の自殺者数は新型コロナによる死亡者数を上回るかもしれません。日本人は自分自身を殺している、かっこいいこと言っているつもりか、ニューヨークタイムズ。
日本の自殺者数が 4% 増加したことを語っているだけですよ。ニューヨークタイムズの書き方なんか気にしないでね。マスクとソーシャルディスタンスの有効性に否定的だったフォックステレビ、その理由を今説明してください。日本は世界一清潔な国、それも成功した要因の一つだと思います。このような状況でも落ち着いて行動した日本人が勝利したんです。アメリカでは50万人もの死亡者を出してしまいました。アメリカ人に日本人のような行動が取れたかというと、まあこればかりは無理ですね。以上は海外からのコメントでしたが、日本からも興味深い意見が上がっているようですよ。国内死者数を冷静に俯瞰すれば、緊急事態宣言を出すほどの事態ではないことがわかります。各個人が感染予防するだけで十分ではないでしょうか。自粛し続ける弊害の方がどんどん膨らみ続けます。多くの主張は逆の方向へ舵を切り続け、マスコミは煽りを続けます。今でも緊急事態宣言を発出し続けるのは選挙対策以外の何者でもありません。一番の被害者は不要な自粛を押し付けられた現役世代と将来の世代です。うちの子供たちは高校生ですが、勉強へのモチベーションがなくなってしまい、スマホばかりの生活になってしまいました。特に下の子は高1で不登校気味になり、母子ともに追い詰められています。自殺者は確かに増えています。マスコミが過剰に不安を煽り、過剰に自粛を強いたせいだと思います。コロナ禍で死者数が減ったという事実をしっかり受け止めることは重要です。そもそもコロナ死者の平均年齢は平均寿命に近いです。にもかかわらず死者数は減っているのですから、結果的には例年より高齢者は守られていることになりますね。その一方で倒産、失業、未成年と女性の自殺者は増加中。過度な自粛が社会に一体何をもたらしているのでしょうか。マスコミはこうしたポジティブな情報は絶対に扱わないでしょうね。とにかく新型コロナが最強の悪役でないと商売上がったりでしょうから、本当に罪なことだと思います。私は日本政府の中途半端でふらついた対応が日本においては最も賢い対応だったのかななんて思います。結果論にはなりますが、私の知り合いで65歳を超えた女性がいるのですが、彼女曰く、コロナにかかったら運が悪かったと思って諦める。でも孫や子供、家族にも会えないのは辛すぎる。だから自己責任で自粛しないで外に出て会いに行く。もちろん延命治療はしないでくれという書類も用意してあると腹をくくって人生を楽しむことにした方がいます。そのご婦人は今日も元気に散歩したり孫に会いに行ったりしています。もちろん不幸にも亡くなられる方、そして現在も病院で治療を受けられている方が多くいらっしゃいますので、軽々しいことは言えません。だから病院で働く医師や看護師の皆さんには本当に感謝しています。私が一番気になっているのは子供など私よりずっと若い世代の人たちです。社会環境の変化を余儀なくされ、子供たちの心にどれだけの爪痕を残しているのか、これから少しずつ統計にも現れてくると思います。将来に禍根を残すことがとても心配なのですが、何より一日でも早く以前のような日常が戻ってきてほしいですね。そして個人的には海外旅行にも行きたいのですが、こちらはまだまだハードルが高そうですね。皆様のご意見、ご感想お待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。